横浜港未来21富士ゼロックス R&D スクエア富士ゼロックス R&D スクエアは神奈川県横浜市の港未来地区にある高層ビル富士フィルムビジネスイノベーションが研究開発拠点横浜港未来事業所を多くなお富士ゼロックスは2021年4月1日付で富士フィルムビジネスイノベーションに社名を変更しているが これによりあたりビル名がどうなるかは、同時点で不明である。ただし、現在では、同社の関連ページなどで、富士フィルムビジネスイノベーション、横浜港未来事業所の名称は使われているものの、R&D スクエアは基本的に使用されていない。横浜市西区港未来6丁目一番地、港未来地区北部の65外区に位置する。ビル内には、 富士フィルムビジネスイノベーションが研究開発拠点横浜港未来事業所を開設約4500人が就業している新たな拠点の開設によりこれまで分散していた研究開発拠点が当事業所及びエビナ事業所の2カ所に集約されることとなったさらにこれと連動して横浜市のトップセールスにより東京都内にあった同社の営業拠点の一部と 同社市会社の富士ゼロックス情報システム本社も、近隣の港未来センタービル内に移転している。港未来線新高島駅から近く、また、日産自動車グローバル本社方面とも歩行者デッキ、港未来歩道橋で接続されている。このため、横浜駅方面と行き来する場合も、日産ウォークは、まみらいウォーク、地下街の横浜ポルタを介して、徒歩で移動できる。 ビル内には、社外企業向けの展示施設、お客様競争ラボラトリーを構築しており、同社の最新実践事例や関連技術を紹介している。また一般向けでは、メセナ活動の一環として、美術ギャラリー、富士ゼロックスアートスペースを1階に開設しており、同社が所蔵するコレクションを中心とした展覧会を定期的に行っている。 表面はガラス張りで、楕円の円柱形の独特な形状を持つ。服装ガラスや地域冷暖房の活用により、省エネ構造とし、低層部の屋上は、緑地帯、緑の丘として開放されている。阪神淡路大震災級の地震に対する耐震性を持つとして、日本免震構造協会主催の第12回日本免震構造協会賞において作品賞を受賞した。 ありがとうございます。